エグモントプリンツツール・リッペ・バイセンフェルト、客中一は、第二次世界大戦時のドイツ空軍の夜間戦闘機のエースパイロットである。リッペ・バイセンフェルトは51機を撃墜し、そのすべてが夜間戦闘において挙げた戦果である、客中2。エグモントプリンツツール・リッペ・バイセンフェルトは1918年7月14日に、オーストリアのザルツブルクで生まれ、1936年に、 オーストリア連邦軍に入隊した。ドイツ空軍に転籍すると、当初は第76駆逐航空団で偵察機のパイロットを務めていたが、後に夜間戦闘部隊に移動した。最初の撃墜は1940年11月16日から17日にかけての夜に記録され、1942年3月までに21機の。 戦果を挙げた功により1942年4月16日に騎士鉄十字勲章を授与された。1943年8月2日には45機撃墜により白洋付騎士鉄十字勲章を授与された。立ペバイセンフェルトは1944年4月に少佐に昇進し、第5夜間戦闘航空団の 戦闘航空団司令に任命され1944年3月12日に航空機事故により同乗の搭乗員と共に死亡するまでこれを務めた。エグモント・プリンツ、客中3ツール・リッペ・バイセンフェルトは1918年7月14日にオーストリアのザルツブルクで貴族のリッペ家の一員として生まれた。父親のプリンツ・アルフレート・ツール・リッペ・バイセンフェルトと 母親のアンナ・バイセンフェルトの間の4人の子供の、うち最年長の唯一の男子で、妹たちは、カローラ、ゾフィー、ドーラであった。一家は、アルト・バルテンベルクと呼ばれる、オーバー・エスター・ライヒ州の古い城に住んでいた。若い頃にプリンツ・ツール・リッペ・バイセンフェルトは登山と、アウトドアに非常に熱中していた。14歳からは、狩猟に参加するようになり、同時期に、 音楽やスポーツにも興味を抱き、そしてザルツブルク近郊のガイスベルクで空を飛ぶことにも興味を持った。そしてガイスベルクでオーストリア航空クラブのグライダー学校に入校し、軍役に着く前にすでにグラーツとウィーナーノイシュタットの第二航空連隊で基礎飛行過程に参加していた。プリンツツール・リッペ・バイセンフェルトは結婚をせず子供もいなかったが、 1941年1月に航空艦区の秘書をしているハンネロオレイデと知り合った。二人は近しい関係となり1944年に彼が死去するまで戦況が許す限り音楽鑑賞やゾイデル海を搬送して多くの時間を共に過ごした。プリンツツール・リッペ・バイセンフェルトは1936年の18歳の時にオーストリア連邦軍に入隊し当初は 不評部隊に所属していた。1938年のアンシュルスの余波の後、オーストリアはナチスドイツの大ドイツに併合されリッペバイセンフェルトはドイツ空軍に移籍して1939年に少尉に昇進した。1938年にはドイツ空軍のパイロットフィジャンを取得し、フュルステンフェルトブルック、シュライズハイム、ビーン・アスペルンでさらなる訓練を受けた。 ドイツ空軍での経歴を第76、駆逐航空団第2飛行隊で始め、1940年8月4日に第1夜間戦闘航空団に移動した客中4。この部隊はギュータースローに基地があり、ここで夜間戦闘機の扱い方を習得した。初期の夜間戦闘機部隊のメッサーシミット BF1101940 年の夏に最初の夜間戦闘機は、 オランダのレイワールデンに移動し、プリンツツール・リッペ・バイセンフェルトは、この小規模の文献隊のパイロットの一人であった。1940年10月20日には早くもスキポール、後に、ベルゲンを拠点とする独立夜間戦闘機コマンドの指揮を引き継いだ。A 空軍爆撃機に対する最初の迎撃が1940年11月16日から17日の夜に行われ、 プリンツツール・リッペ・バイセンフェルトは0205時に RAF 第115飛行隊のビッカース・ウェリントン爆撃機を撃墜した。2機目は1941年1月15日の夜にリントン・オン・オース空軍基地を拠点とする RAF 第58飛行隊所属のアームストロング・ホイットワース・ホイットレーへの1521機をオランダ北部の海岸で撃墜した。 1941年3月13日、プリンツツールリッペバイセンフェルトは NJGE1 第4飛行中隊のメッサーシミット BF110D-2 に通信士のヨーゼフレネッテと共に搭乗している時に敵機の反撃を受けて被弾し、蒸気をベルゲンに緊急着陸させて両名共に負傷した。1941年4月10日の真夜中を、 少し過ぎた頃にプリンツツールリッペバイセンフェルトは、RAF 第12飛行隊のウェリントン爆撃機を愛せる湖上空で撃墜し、NJG1 の衝撃追数を100機にした。ヨーゼフ・カム・フーバー将軍、ボルフガング・ファルク、ベルナー・シュトライプ、ヘルムート・トレントや、その他の面々が出席して、アムステルダムのアムステルホテルでこの記録を祝う会が催された。 1941年6月30日に、プリンツツールリッペバイセンフェルトが BF110C-4 に登場して、北ホラント州上空の迎撃任務に従事しているとき、NJG-1 第4飛行中隊のルドルフ・シェーネルト少尉が操縦する BF110C-7 と衝突し、ベルゲンアーン税近くに不時着した。 1941年6月19日に都合4回のうちの最初となるプリンツツール・リッペ・バイセンフェルトの名前がその日の国防軍軍法で取り上げられた。1941年6月までに撃墜数は10機となり中位に昇進したプリンツツール・リッペ・バイセンフェルトは1941年11月15日に第二夜間戦闘航空団。 第5飛行中隊の中隊長になった。1941年の末までに総撃追数は15機となっていた。プリンツツール・リッペ・バイセンフェルトは1942年1月25日にドイツ十字賞金賞を3月26日から27日の夜にかけて4機の RA 外爆撃機を撃墜して、撃墜記録を21機にしたことで4月16日には、 岸鉄十字章を授与された。この一番に四機の戦火により3月27日に三度目となる国防軍軍法での言及をされた。1942年7月までにプリンツツール、リッペイ・バイセンフェルトは37機撃墜の記録をもってしてドイツ夜間戦闘機パイロットのトップの一角を占めることとなっていた。大尉に昇進した。 クリムズツ,ツールリッペバイセンフェルトは1942年10月1日に第3野岸戦闘航空団第 i 飛行隊の飛行隊長に任命され、そこでさらに3期の戦果を挙げた。1943年5月31日に再度 NJG1 に戻り第3飛行隊の飛行隊長に就任し、1ヶ月後に45機目の撃墜を記録したことで8月2日には、 白洋付け騎士鉄十字勲章を授与された。メッサーシミット BF110G-41、過月間の入院後、プリンツツールリッペバイセンフェルトは、少佐に昇進し1944年2月20日に、第5夜間戦闘航空団の戦闘航空団司令に任命された。彼と搭乗員のヨーゼフルネッテ総長、クルトレーバー号長は1944年3月22日の、 パルヒムからアティスラオンへの定期飛行中の航空機事故で死亡した。ベルギー上空で彼らの機体は、雲海が低く激しい吹雪の悪天候域に遭遇したらしく、翼に着氷したために低空飛行を強いられて機体が、高地のアルデンヌに激突したと推測される。この飛行の正確な状況は不明だが、メッサーシミット BF110G-4 の登録記号 C9CD 機は、 サンティュベール近郊のアルデンヌ山脈に激突し、翌日になって完全に燃え尽きた残骸が発見された。1944年4月15日にリンツの教会で葬儀が取り行われた。エグモントプリンツツールリッペバイセンフェルトとハインリヒプリンツツーザインビトゲンシュタインはオランダのエーセルスタインで隣り合わせて埋葬されている。出典参考文献。ありがとうございます。